塩釜の港町で、アートギャラリービルドフルーガスを運営していて、2006年にオープンしてから、まあ、その震災を経験したアーティストたちはどういうふうに世界を見ているんだろうっていうのを関心興味がありまして、でクライストチャーチのアーティストも仙台のアーティストも震災という、 こう共通の経験がありますし、アートという共通言語を持っているので、彼らを、まあ、ネットワークしながら彼らの表現を見てみたいと思い、実際企画に至ったと。表現の場が少ないということもあって、じゃあその街で表現できなくとも海外のネットワークがあれば、その外でも表現の場っていうのは繰り広げられるんだよということで、震災をテーマにしたわけではなかったんですけれど、作品自体、その私たちの3月11日にクライストチャーチの作家が寄り添うような作品が多かったということもあって、ご来場の皆さんがその震災を思い出して、そういえばクライストチャーチの作家たちもこういう経験したのねって、またこう作品に寄り添うようなこう反応を感想で伝えてくださる方もいらっしゃって、それは私が意図としたことでは実はなかったんですよね。自然にこうアーティストが寄り添って、それに対して、ビューアー来場者が寄り添ってということだったので、こう新しい記憶になっていけばなと思いますね。あらゆることに感じて豊かに対応するのがアーティストだと思いますので、今こそ柔軟に、そしてアクティブにいろいろな活動に参加していただけると、これからの社会のためにも、文化づくりのためにも、人づくりのためにも、アーティストが活躍できるのではないかなと私は信じています。そしてビルドフルーガスでは、そういったアーティストとこれからもずっと共に活動できたらなと願っているので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。